とウルムチの市街から約1時間で、南山牧場に来てます、昨日の天地が非常に凛とした感じで美しいところだったんですけど、こちらはもう見ての通り、まあ、一大遊園地というかスキー場ですね。で、こちらの2人が今日も一緒に案内をしてくれたガイドさんと運転手さんをやっているカイさん、ガイドさんの姉さんです。景色はでも素晴らしいですね。雪が風になって、美しい。もうでも本当に今日は寒いどころかあったかすぎて暑いですね。完全武装で来たんですけども非常にあったかいですね。で、私がなぜここでこういう風にブラブラしてるかというと、実はですね、ウルトラライトプレーンに乗ろうということで、はい、来ました。これに乗ろうかと思って今待ってるところですね。お、着陸ですね。こんな感じで着陸しました。300元、多分5分か10分ぐらいのフライトじゃないかと思うんですけども、まさか中国のウルムチ南山牧場に来てこういうあれにできるとは思っても見なかったですね。まあ馬車とかスキーとか、犬ぞりとかいろいろあるんですけども、やっぱりこういうのが面白いじゃないですかね。来ましたね。こんな感じですね。順番は次の次ぐらいですね。まあおそらくウルムチ市民の憩いの場所ですね。もういろんなアトラクションがあって、こんな感じで水上スキーですね乗って、こっちはチューブの格好ですね。まあなんかもう大都市の遊園地ですね。